上海近隣地区に展開した中国の精鋭部隊ドイツ訓練師団とは中毒合作に基づき国民革命軍においてドイツ式訓練を受けた精鋭の不評師団である。これらの部隊は第一次国境内戦及び日中戦争にて大きく活躍した。1927年の国境合作決裂後、蒋介石は国民党内の左派勢力を追放し、 ソ連職からの脱却とドイツへの方向転換という国民革命軍の全面的改革を図った。だが、ワイマール共和国はベルサイユ条約による制限のためこれらの直接軍事協力を制限されていた。当初、小解析はエイリヒルデンドルフ大将やアウストフォン・マッケンゼン元帥のような第一次世界大戦にて中心的指揮を取った人物を希望していたが、 連合国の刺激を恐れたワイマール側が却下した。代わりに派遣されたマックスバウアー大佐は1930年軍港共同誌を設立。以降の国民革命軍の編成のあり方に大きく貢献した。1933年ナチス党が政権を取ると首相に就任したヒトラーはベルサイユ条約を破棄。これによりドイツからの援助はより強固なものとなった。 また、ドイツが第一次世界大戦以降帝国主義の推進に意欲を失ったことに加え、同じ反共主義の立場を取る NS 党は国民党にとって魅力的であり、両者の関係は親密なものとなった。同年派遣され、小解析の上級顧問となった元陸軍、参謀総長、ハンス・フォン・ゼークト上級大将は、小解析に対し、80師団計画を提言した。 これは国民革命軍令下80個師団の将兵を装備から組織に至るまで全てドイツ式の精鋭に作り変えるという計画であった。しかし中国国内における軍閥の勢力が依然として強かったためこの計画は完全な実現には至らなかった。結局1 9 3七年の露光橋事件の勃発までに全面的改革にこぎつけた師団は 計画の10分の一に満たない下記のわずか6個師団と前述の軍港を共同しのみであった。この他に、第2師第4師第10師第11師第25師第27師第57師第67師第80師第83師第89師の不評12個師団が部分的な改革に至った。 3.7cm パック36を使用する兵士らこのほか、2個後方予備弾がある。兵力は1個死につき1万4千人。ありがとうございます。